幹線のチョイムです。今回ご紹介したいホラーゲームは前のゲームと違って音で周囲を認識する反響定義を応用した2017年から Steam で配信されたペスペーションというゲームです。本作は盲膜の女性カーシーを主人公とする一人称視点のホラーアドベンチャーゲームです。物語を度重なる悪夢に悩まされてきた彼女がその原因を追求するべくマサチューセッツ州グロスターにある屋敷を訪ねることから始まります。盲膜というキーワードを聞いたらどうやって一人称視点になれるかと思うかもしれませんが、そうはこのゲームプレイ面での最大の特徴でもあります。彼女は周囲の音や自分の背で床で叩くことによって発生する反響音を頼りに自分の周囲を光景を見るです。本作は視覚障害者が眺めているとされるこの反響定義と呼ばれる視覚方法を応用したホラーゲームです。具体的にはカッシーが杖で床を叩くと真っ暗な周囲を青い光のように周囲のオブジェクトの輪郭がうっすらと浮かび上がり、そして消えてきます。故に周りの情報を得るために始まりの時は常に杖を床に叩かなければならないです。でもただ杖を叩きまくればこのゲームはホラーゲームにならないので、2つの問題がこのゲームにあります。一つは歌詞は音を頼りに像をイメージしているだけで現実の物体が見えているとは限らないです。時折フラッシュバックのように突然現れては消える奇妙な像を現視することがあります。それが本当にそこに出現していたのか、恐怖認識が狂わせたのか、プレイヤーにも歌詞者にも分からないんですが、2つ目の問題は屋敷に潜む怪奇と関係があるの分からないが、どうも歌詞の一種霊媒体質でもあるようで、過去の住人の亡霊とはさらに別の何かがいます。そして頻繁に杖を叩くと場面が赤くになってそれを追い始めます。捕まる前にクローゼットや衣装ボックスなどに隠れられればやり過ごせるが、汗の中ではどれだけ杖を叩かずにその場所にたどり着くことができますでしょうか。その問題が開発者も考えてましたが、実際にプレイにしていくと次第に暗闇の世界の歩き方を慣れて杖の使用回数がだんだんと減ってきています。でも完全に記憶を頼りに歩くのは違って、時折の屋敷の構成や通れる場所が変化するので、ルートが暗記するよりプレイヤー自身が反響定義的な位置方向感覚が身について見えた残像から推測して歩ける距離を伸びしていく方がいいと思います。このゲームの特徴的な場所はまだいくつかありますが、時間のゆえにここは省略します。興味があった方はお気軽に問い合わせください。では次の動画でまたお会いになりましょう。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。